これゲームできてると楽しいね。っていうかさ、ダークロードの時になんか同調聞きすぎてなんか、止まんなくなってたら、一回あったんだけど、ダークロード。来た来た来た。コウモリで来た。ほい。早くつけたいけど。コウモリ探知いっぱいだから。オオカミはオオカミ。ワークするかもしれない。はい。早かれ、あと1時間稼げないと思う。狙われてんの。取れること。驚いてんの。てんだろ。10秒増えたから焦んなくていいよ。10秒増えた。あのフックで潰される時間が。10秒増えたからゆっくりでいい。スピードミスがないようにしてくれれば、僕のモレルが回すまで行かなくてもいいぐらい。安心感がもう常時入ってる。分の1だったっけか忘れられよ。30秒やん。
はいらない。これこれヒーローちゃんデッドバランスバース、テーブルオードに伝えてる。抜けろ、見捨てろ。生きる道、回復したらどうせ行くんだろ。これが本当の優しさだ。うん、どうせキャンプだろ。だから抜けるんだよ。俺が抜けたんだったらもうビルジーに着替えなく抜けるんだろ。これが優しさだ。これが本当の男にだ。エリスで巻き込まれた試合だったらもう捨てて、発電機を回す試合にかけて有能にした。まあ、10秒でも、しなやかで稼ぐチェイス時間と有能でやる勝負の時間を差し引いて有能にしたわ。もうチェイスで巻き込まれる時間はもう捨てればいい。そんなゲームは負けだから。壁に入らないと、ね、俺後ろにつくけど壁と。後ろにつくこのテーブルオーロンやってるみたいなことを壁と。僕はもう感情は入れない。大逆転負けは何度も見てきた。これがデモンヒロちゃんの強み。冷静かつ、2試合続けて冷静に、新、8.2 のアップデを、熟知したはず。そうなんです。